助産師という仕事をすることで、私自身がいつも母に感謝することができると思ったからです。人の死というのは、それがどんな形であっても、その人からの最後のプレゼントなのではないでしょうか。母は私が幸せに生きていくために、目には見えないたくさんのことを残してくれました。私は初めはそのことに気づくことができませんでした。でも今では母の残してくれたものに少しずつ気がついて、命の大切さや生きることについて改めて考えることができるようになりました。将来の夢は何ですか？そう聞かれたら、今では自信を持って答えることができます。私は助産師になり、母に感謝しながら仕事をしていきたいです。母からもらった命、そして心、これからは自分自身で精一杯磨いていきたいです。お母さん、今私はお母さんのおかげでここにおるよ。夢に向かって生きていくから、これからも見とってね。お母さんありがとう。中学校3年生の女の子が書いた作文でございます。これもこの作文との出会いも毎年送ってくるんです。毎年送ってくるんですけども、忙しさにかまけて目にすることがなかなかありませんです。たまたまこの時はふとこれが目に入ったんですね。で、何気なく読んでみたら、私はもう鳥肌が立ちました。この中に全て含まれてますね。法華経大学で縁のない方だと思いますが、この中には法華経の教え、大聖人さんの教えが全部入っている。私は本当にすごいと思いました。まずですね、母親のお腹から赤ちゃんが生まれて親子の絆が結ばれていくように、私も母のお腹の中から生まれ、母が亡くなっても同じように、今もそしてこれからもずっとつながっているということに気がついたのです。お母さんが亡くなられてどっか遠くへ行ってしまったと思って悲しんでる。でもこの命の授業のおかげで、いやそうじゃなかった、今でも私はちゃんとお母さんとつながっていると彼女は気づくんですね。大聖人様が、我が神戸は父母の神戸、我が足は父母の足、我が実子は父母の実子、我が口は父母の口なり、そして例えばということで、種と好み、種、土の中で見えません。でもその種があるから芽が出て、好み、私たちがここにこうして存在できるわけですよね。もう一つ、実と影とのごとしとして、私がいて影があって、私が左行って影が右に行くなんてことは絶対ありえない。この影のように、彼女の場合はお母さんですけども、お父さんお母さん、もっと言えばご先祖様がずっとそばにいて見守ってくれている。どっか遠くに行ったんじゃない、そばにいてくれる、守ってくれている。このことに中学校3年生で気づく、これは本当にすごいことだと思います。もっと私がすごいと思ったのが、人の死というのは、それがどんな形であっても、その人からの最後のプレゼントなのではないでしょうかと言える彼女の心の強さです。悲しんで悲しんで、もう命のことなんて考えたくない、そう思ってた彼女は、お母さんの死というこの悲しみも、お母さんが最後にくれたプレゼントだ、だから私はこの大切なことに気づくことができたんだという思いですよ。恥ずかしながら、私も31の時に先代主婦が宣言いたしました、亡くなりました。その時は、なんでもっといろんなことを教えてくれてなかったのと、もうそんなことばっかりでした。最後のプレゼントなんて全く思えなかったですね。本当に私はこの彼女から教わりました。でね、このお話には事故談がありましてね、この出雲市っていうのは自然史の歌がたくさんありますので、いろんな噂にお聞きしたんですけど、やっぱり皆さん存じ上げないんです。でも諦めてたんです。
たまたま出雲市に私のお檀家さんが一軒だけあるんです。 ご主人が亡くなられて四十九日の法事に行った時に、まあ、いろんな話をしてて、私何から話したか覚えてないんですけど、この話をしたんですね。こういうすごい作文を書くお嬢さんがいらっしゃったんですよ、お母さんの死を最後のプレゼントだと言うんですよ。皆さんもお父さんあるいはご主人のこの臨終が皆さんへのプレゼントで、きっと学ぶことがある、教えてもらうことがある、そういうふうに受け取ってくださいねっていう話をしたんだと思うんですね。そうしましたら、まあ、ちょっと詳しい話をしたんですね。そしたらそこのお嬢さんが40いくつですかね、お承人さん、その子のお名前わかりますか、と。確かに光中学校の荒木潮さんって言われたと思いますよ、って言ったら、その娘さんがいきなり泣き出したんです。え、どうされたんですって言ったら、その子のお母さん、私の高校時代の親友ですって言うんですよ。驚きましたね。え、私はお通夜にも葬儀にも行きました。潮ちゃんずっと泣いてました。あの潮ちゃんがこんな立派なっていうね、お話をしたんです。で、え、じゃあ今潮ちゃんどうされてるか分かります？平成22年ですからもう5年経ってますからね。そしたらね、島根大学の医学部の看護科に入って、ちゃんとその道進んでるっていうんです。勉強してるっていうんです。それを聞いて私はまた、この子はすごいと思います。この時の思いを今でも思い続けて、その目標に向かって進んでおられる。本当にすごいな。もう頭が下がる。それしかありません。で、もう一つ今日は皆様にご紹介をさせてください。なぜ今日1時間半ありますんでね。お疲れになったらどうぞ。私のお話はメモするようなものはありません。もう気楽に聞いていただくだけで結構です。もう一つの話はですね、高校野球の話。今年は、何でしたっけ、清宮君ですか、早稲田実業の清宮君と関東地区の小池君ですか、すごい話題になりましたね。まあ、お好きじゃない方には申し訳ありません。私嫌いじゃないもんですから。ただ、この高校野球ってのはちょうど田舎では8月がお盆ですから、お盆の最中にこの高校野球が始まっちゃうんですよ。だからなかなか見れないんです。で、まあ、今年はだいぶ話題がありましたのでね、できるだけ見るようにしたんですが、今日お話したいのは今年の甲子園の話じゃなくて一昨年です。一昨年のことなんか覚えてないおっしゃるそうです。優勝したのは群馬の前橋育英高校、今その時のエースだった高橋君が西武ライオンズで活躍してますね。今年も何勝もありましたね。すごいです。この前橋育英高校が1回戦で対戦したのが、私の住んでいる島根のお隣山口県の岩国商業だったんです。岩国商業のピッチャーも高橋君です。で、岩国商業の高橋君は3年生、この前橋育英高校の高橋君は2年生です。でも、もうずっと大会前からの有望な選手ということです。結局どちらも高校代表に選ばれて世界大会出てましたね。すごい投手。1回戦ですけどね、1対0だった。1対0で辛くも前橋育英が勝った。もう本当に投手戦、どちらもいいピッチャーです。それをね、たまたま私見てた時に、まず試合開始の時、皆さん思い出すけど、ベンチの前に並んで声かけてバーッと走って元気よくホームのとこ来るじゃないですか。で、挨拶するでしょ。で、その時に岩国商業の背番号18番の子が隣の選手におんぶされてたんです。おんぶされてホームベースのとこ行ったんですね。で、おっと思って、怪我でもしてんのかな、明けの毒になぐらいでした。で、試合が1対0で終わりました。で、挨拶が済んで、今度それぞれの、まあ、校歌斉唱があって、それぞれの応援団のところへお礼に行くんですよね。勝った方はニコニコしながら勢いよく行きます。負けた方はやっぱりショックですけど泣きながら、まあ、それでもこういう小走りで行きます。その時にそのおんぶされてた18番の子が一番後ろ、今度は歩いてた。ものすごくゆっくり歩いてます。で、そばに2人の選手がいました。まあ、この子はやっぱり足が悪いんだな、どっか怪我したんだなと思ってました。